皆様には急なご連絡にもかかわらずお集まりいただきありがとうございます。警告となりましたので、ただいまから臨時視聴者会見を開催いたします。なお終了時間につきましては午前11時15分を予定してございますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは本日の案件でございますけれども、副市長代表監査員の就任挨拶についてとなります。それでは市長より説明申し上げます。皆さんおはようございます。本日はお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ここ1週間ですね、だいぶ新型コロナウイルスの感染も少しずつ落ち着いてまいりまして、1週間0人というケースで続いており、これも一人にですね、市民の皆様、事業者の関係の皆様、医療関係者の皆様のですね、ご理解ご協力の賜物だというふうに思っております。引き続きよろしくお願い申し上げます。本日の臨時記者会見の案件でございますけれども、副市長そして代表監査委員のですね、就任についてという案件でございます。加えましてその他というですね、新型コロナの関係の事項がいくつかございます。まず案件でございますけれども、去る10月7日のですね、臨時議会におきまして、副市長の議案そして監査委員の議案につきまして上程させていただきまして同意の議決を賜りました。副市長としてですね、下山田松戸副市長そして監査委員として松戸弘明監査委員の2人の人事案を議決いただきました。この2人はですね、これまで行政経験も豊富で専門知識もございまして、ともにですね、私9月28日から市長に就任させていただいておりますけれども、一緒になってこれからのいわき市の発展のために尽くしていける、そういう人物だと思っておりまして、今日はですね、お二人のご紹介、そして質疑応答などで記者の皆様からですね、お二人にですね、さまざまなご質問などお寄せいただければというふうに思ってございます。案件の説明は以上でございます。それでは10月7日付で、特別職に就任いたしました職員をご紹介させていただきます。副市長下山田松戸でございます。副市長に就任いたしました下山田松戸でございます。市長を全力で、支えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。代表監査員益子弘明でございます。評価委員に任命されました益子弘明と申します。市田市長が熱い思いで岩木再起を行えておりますが、それが的確に行われていることを監査の業務を通して明らかにするとともに、市民の皆様に分かりやすくお伝えできればというふうに思っております。もとより魅力ではございますが、市政機関止めてまいるです。よろしくお願いいたします。それではただいまの案件について質問を受けいたします。記者クラブ幹事長様よりお願いいたします。幹事長の申し訳です。よろしくお願いいたします。じゃあまず副市長に、先ほど全力で支えていくというお話でしたけれども、部長なども歴任されてですね、役所なんか非常に精通されている部分もあると思うんですが、特に、この分野、この課題みたいなものを今後ですね、副市長として、市長と一緒に取り組んでいかなければいけないと思っている課題、分野について一言二言お教えします。まず今コロナ禍でありますので、これに全力で取り組むのはこれは最重要課題でございますが、こういうこの中にあってもですね、もう少子高齢化、人口減少は止まっておりません。ますますその前が加速していくわけでございまして、それは取り直さずいわき市のですね、行財政運営が相当厳しい状況に置かれているということでございます。で、今市内に相当の公共施設等がございますが、人口減少の中でこの公共施設をどうこれから適正にですね、
総配分、それからスクラップしていくのかというのが大きな課題でありまして、これはなかなか町内全体ですね、まとめながら進めていかないとできませんので、そのある意味での行革のですね、先導役になってですね、一定の予算や人員をそこで生み出して、市長が求めている教育人づくりに予算を配分できるようにしていきたいなと思っております。そのスクラップを進めた上で、出てきた魅力を、市長がやらんとしている分野にどう振り向けられるか、その辺は事務方として、事務方のトップとしてはやはりこう財源も含めて捻出していく、それに力を注いでいきたいということですかね。ありがとうございます。はい、わかりました。じゃあ関西にも一言、関西という立場でですね、今再起動、市長がおっしゃっている再起動を、どういうふうにこう伝えていくかということだと思うんですけども、改めてその今回関西に就任されてですね、新しい、姿勢になりましたけれども、どのようにこの今までの自分の経験をその市民の方々の暮らしだったり、その姿勢の発展だというところに生かしてきて、一言、方法。監査ということで、独立的、客観的な立場ということで、市長と中に入ってですね、協議をしたり、立案したりということに対する支援ということではないというふうに認識しておりますが、その中でも市長の隣でですね、いろんな公約がありますけども、そういったものがきちんと行われているかどうかと、きちんと行われているかどうかというのは、経済的なものとか効果的効率的なものかどうかということを、法令とか、条例規則などのルールにのっとってですね、見ていくというのが、本来の監査の姿ではないかと思いますので、その基本を守りながら、新しい打ち出し姿勢のバックアップを、そういう形でやっていきたいなというふうに考えております。で、私もですね、ララミューにいましたけども、ララミューも大変な状況でございまして、みんなに言ってたのは、CS と ES を大切にしてやっていこうというふうに言っておりましたが、それはどこの職場でも当てはまると思うんですよね。で、CS っていうのは顧客満足度で、それが市民満足度に置き換わるんで、ちょうどシーズンズサティスファクションで同じ C かなと思ってるんですけども、あとはエンプロイーサティスファクションで、従業員の満足度、それを両輪として、楽しくですね、一生懸命にやっていくということを念頭に執務していきたいというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。それでは他に質問をお受けいたします。質問のある方は挙手の上、名乗っていただいて、質問をお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは次にですね、このその他といたしまして、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための基本対策、他の案件について、強い企画で説明をします。新型コロナウイルスに関しまして、最近のですね、町内で検討させていただきました情報につきまして、ご説明させていただきたいと思います。まさにですね、この1週間だいぶ感染は抑え続けられてございますけれども、そういう時にですね、多少こう時間も少し増えてきている時にですね、第6波に向けてですね、そういう大変な状況になった時のですね、体制だとか情報開示のあり方というものをしっかり考えなければいけないというふうに思っております。そういうような前提で、作らせていただきました資料でございます。そして町内の体制に関しましては、今別途検討中でございます。今保健福祉部の方で、感染対応を主にやってございますけれども、今後ですね、その企画部門といいますか、目の前の PCR だとかクラスター対応をそのこなしていくことに加えまして、今後ですね、情報をどういうふうにこう
発信していくのか、そして予算をどういうふうにこう拡充していくのか、まあ、そういう企画部門も今後必要だと思っておりますので、市役所の中ではそういう体制の強化も今検討してございますけれども、本日時点でお話しできることといたしましてですね、まとめさせていただいたものがですね、お手元に配らせていただいているものでございます。でスクリーンでご説明させていただきたいと思います。感染拡大防止のための基本対策ということでございまして、先月末まででですね、まん延防止措置が終わってございまして、10月のですね、失礼しました、ですね、まん延防止措置終わりまして、その後リバウンド防止期間ということで10月10日までやってまいりました。そのリバウンド防止期間もですね、終わりまして、感染が一定程度落ち着いているということでございまして、10月11日からの基本対策ということで、これは県のですね、基本対策にのっとりましてですね、本市でも取り組んでいこうという前提となってございますけれども、おいおいですね、経済対策などの部分で本市が独自に検討しているものも出てきますので、ご説明させていただきます。でこれは市民の皆さんのへのお願いということで、一人一人基本的な感染対策の徹底をということで、最近その県で示されている基本方針でもですね、鼻出しマスクはしないとかですね、こういったこう距離なんかを示すような手で示されております。また症状がある場合には登校出勤を控えて早めの受診をということで、市民相談センターの連絡先を記載してございます。またこれは今までも延長でございますけど、少人数短時間もつも一緒にいる人と飲食を行う、また不要不急の往来は控えてくださいということでございます。でここから、事業者の皆さん、へのお願いということでございまして、少し、いわき市としてもですね、独自のものを掲載しておりますけれども、これ今までやってきました安心コロナお知らせシステムでございます。でこれは今までですね、事業者に対する任意という形でお願いしてきているわけですけれども、できるだけこう登録していない事業者の方、ぜひ登録をお願いしますということで呼びかけてまいります。また福島感染防止対策認定点ということで、県の認定の仕組みもございますので、こういったですね、枠組みも使いながら、ぜひ対象事業者の登録 100% を目指しますという目標を掲げております。これは、第6波が想定されます年末ですね、12月末には、首都圏も含めてですね、たくさんの人の往来が想定されます。そういう時にですね、第6波が起きてくるわけですけど、それに向けてですね、感染予防という観点でですね、認定点を取ってもらったりですね、QR コードを読み込んでいただければ、どこかでクラスターが発生した場合には、トレースができると、追跡ができるということでございまして、そういったものを、しっかりですね、徹底していくということでございます。で安心コロナに関しましては、毎月抽選で5000人に3000円分のクーポンということで、1.6 億円分のですね、予算を確保しておりますので、そういったクーポンですね、そういったものを経済対策としてございますので、活用いただければと思います。失礼しました。あとは県民割という形でですね、県が進める事業が始まっておりますので、そういったものとの連携も進めてまいりたいと思っております。あと次にですね、もう一つ、の案件でございますけれども、情報公開のあり方ということで、私も今までクラスター発生時のですね、情報の公開の仕方について、しっかりとですね、定めて、開示するべきところはですね、開示すべきではないかということを申し上げておりました。その考え方をですね、いわき市としてまとめたものでございます。多分福島県内の市町村でですね、こういった形で考え方をまとめて基準を発表するというような取り組みは他の自治体ではないのかなというふうに思ってございます。で、冒頭に書いてございますけれども、これは国とか県がですね、さまざまなこれまでの通知もございますので、そういったものも踏まえた形となってございます。ですので、国とかですね、県が示しているものに対してこう逸脱して何かこうやっていくというよりはですね、県とか国は ある程度こうガイドライン的に緩やかに示している部分がございますので、その範囲の中で、市がですね、策定できる部分ということでお示しするのでございます。で、考え方といたしましては、感染可能性の範囲を把握できていない場合、そして範囲を特定できているような場合というのがあると思うんですね。で、下のところにブルーで示しております、例として示しておりますけれども、例えばその不特定多数の方が参加したイベントでクラスターが発生した、
まあ、しかしですね、参加者の連絡先の登録がなくてですね、追跡が困難だというような場合があろうかと思います。そういう場合がこの1って書かせていただいておりますけれども、範囲を把握できない場合の考え方でございます。で、そういうような場合ですけれども、感染者と接触した可能性のあるものを把握するため、そしてさらなるですね、こう蔓延を防ぐというようなこと、そういう行動をですね、市民の皆さんにとってもらうというような意味で、不特定多数と接する場所の名称とかですね、他の人にこう感染させるような行動とか接触が、そのイベントなどでですね、あったかどうかということを公表するということでございます。ですので、こう場所の名称でですとか、そういったその感染のですね、可能性の有無ということをしっかりと公表すると。まあ、この場合ですね、まあ、施設とか店舗などからの名称公表に関する同意は必要としないという、まあ、同意を取っていると時間がかかってしまうというようなこともありますし、この場合は、まあ、市民の命を守るということを優先してですね、公表するというようなルールとしたいと思います。で、2つ目がですね、今度は感染可能性の範囲を把握できているような場合でございます。この例のところで書かせていただいておりますけれども、例えばですけれども、学童クラブのクラスターにおきまして、感染児童にですね、接触した周囲の児童とか保護者など、大体感染の可能性のある範囲、感染した方とかですね、濃厚接触者の範囲が把握できているような場合の例でございます。その場合はですね、まあ、わざわざ場所なんかをですね、こう公表せずともですね、ある程度こう、もう網がかけられていると、感染者に接触した可能性があるものをしっかり把握できているんでですね、まあ、その旨をちゃんと公表してですね、まあ、こういうクラスターが起きましたけれども、市の全体にですね、これから広がるような恐れはありませんというようなことでの公表で、場所の名前などは公表しない。まあ、そういうようなこうルールでございます。冒頭申し上げたですね、感染可能性の広がりのですね、を抑えるために、感染可能性の範囲を把握できている場合と把握できていない場合のその違いでございます。で、最後にですね、これは感染原因との事例の共有の考え方としてお示しするものでございますけれども、ここの下の青いところの例で示しております通り、医療機関で予防を厳格に行っているにもかかわらずクラスターが発生してしまったような場合もございました。例えばこういうような場合はですね、他の同業種の施設に対しまして、類似のクラスター発生をあらかじめ防止する観点から感染の原因ですとか経路の事例をですね、共有していくことにしたいというふうに考えております。まあ、事例を共有することでですね、他の類似の同じ業態の方々にも注意を呼びかけるというものでございます。以上がスクリーンによる説明でございますけれども、あとお手元に配布させていただいている資料がございまして、これ3つあるかと思います。で、A4 ものですね。さらにございます、こんなのスクリーンではないんですけども、市内のですね、児童施設を対象としたワークショップの開催についてということでございます。まあ、8月に大規模なクラスターが発生いたしまして、児童施設で 9カ所ですね、クラスターが発生して非常に深刻な状況になってございます。ですので、まあ、そういったですね、過去の教訓も踏まえまして、児童施設のためのですね、関係者の方々に向けたワークショップを開催させていただきたいと思っております。まあ、目標はここに記載の通りでございますけれども、対象者のところ、保育所、児童者、幼稚園などの施設などの従事者で保健衛生業務に関わる方の講習者が40名程度と、あとはまあオンラインでもですね、参加を呼びかけたいというふうに思っておりまして、講師としてはいわき市の感染症対策専門医で移植しておりますですね、高橋健三氏にですね、お願いをするということで、8番のところの内容に記載の通りですね、講義、ワークショップ、振り返るというようなプログラムを想定しています。次の資料に行きましてですね、新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口の設置についてということで、特にですね、未接種者を対象とした相談窓口を設置したいと思います。で、特にですね、接種を迷っておられる方、接種を希望しているんですけれどもですね、なかなかこう解決ができない、判断ができないといういろんな方がおられると思います。まあ、そういった方々に対してですね、10月18日から11月14日までの間ですけれども、市のワクチン接種コールセンター、この記載の番号をですね、
に相談先ということで窓口を設置させていただきたいと思います。まあ、こういうような支援を通じましてワクチン接種の向上を図ってまいりたいと思います。で最後にもう一枚ございまして、最後はですね、新型コロナウイルスワクチン接種に関するアンケートについてでございます。で対象者12歳以上の未接種者でございまして、今対象者は12歳以上となってますので、その年齢層の方で接種されていない方で、インターネットを通じましてですね、アンケートを行いたいと思います。で下の5のところにも書いてありますけれども、ワクチンを接種していない方のいる世帯、全世帯にですね3万8000世帯余りにですね、この案内をですね、お送りするということで、まあ、アンケートの中身といたしましては、まあ、年齢や性別、住まい、お仕事等などですね、そういう属性に加えまして、まあ、今後受けないという方のですね、理由いくつか、まあ、選択肢をこちらに示しまして、それに答えていただく。で、その上でですね、どんな行政支援があれば受けますかということも確認してですね、その例えばそのアナフィラキシーだとかアレルギーが心配でどうしても受けられないという方は、まあ、いるとは思うんですけど、まあ、そういう方はしょうがないと思うんですが、何らかこう行政のその支援がですねあれば受けられるよという方がおられればですね、そういう方々のですねニーズをきちんと把握をしてですね、市役所の方としてもできるだけ対応していきたいと、まあ、そういうようなことを目的とするアンケートでございます。新型コロナの関係のご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、それではただいまの案件につきまして質問をお願いいたします。はじめに、北朝鮮の関係者様よりお願いいたします。はい、じゃあ参加者が2つ、1つは安心コロナ の対象事業者の登録 100% を目指します。まあ、市長就任時間ですね、繰り返しおっしゃられている、力を入れるということだと思うんですけども、まあ、具体的にこの対象事業者を増やすことに向かって今行っていくこと、例えばその対象事業者さん の団体に働きかけているとか、商工会議所を通して働きかけているとか、何かこう具体的なアクションを起こしているのかどうか、起こしているとしたら何をやっているのか、それをまず教えてください。産業振興部が中心となりましてですね、商工会議所だとか各事業者さん団体には今までもこう呼びかけを行っておりますけれども、この具体的にこういう目標値で指導してもいきたいということも合わせてですね、引き続き周知をしていきたいと思います。で具体的には年末までを目標にしたいので、月ごとの目標パーセンテージなんかもある程度設定しながらですね、どれくらいできているのかできていないのか、そういう進捗なんかも管理しながら進めていきたいと思っています。年末までに、まあ、なんと100に近づけたい、それに向かってやっていると。はい、わかりました。であともう一つ情報公表の考え方について、なんですけども、まあ、2つにパターンを分けて、あるんですけども、まあ、またその特に2の部分でその感染者に接触した可能性があるものを把握できている場合はその情報を公表する、まあ、この場合は場所は公表しません、まあ、そういうふうに把握ができているので公表しませんということを公表しますということだと思うんですけど、まあ、なんか市民の感覚から言うと、やっぱりその例えば学童クラブ、まあ、どこの学童クラブぐらいはなんとなくその情報として、まあ、要は不安なわけですよね。どこで起きたんだろう、まあ、誰々ちゃんなのかなとかっていうことも含めて、そこら辺のそのなんていうんですか、市民の感覚があるような気がしますし、まあ、私たちも公表していただけるのはしていただいたりしたことはない情報だと思うんですけども、その辺の取り扱いをもう一度改めて、はい、これは一度に判断が難しいような場合もあると思うんですね。あと個別ケースで、具体的に考えていかなきゃいけない場合もあると思うんですが、まあ、ある程度こう把握が網をかけられていてですね、安全な場合にはですね、その学童クラブだとかそういう業種だとかその学校だとかそういうぐらいはいいと思うんですけれども、ある程度こう例えばそこでこうそのエリアとかを示す意味っていうのもですね、あんまりこうもう網もかけられてて安全ですので乏しいかなと思ってまして、逆にこう広がるような場合はですね、もう徹底的に情報は出さなければいけないと思いますので、そこでこう分けている考え方でございます。はい、わかりました。それでは読売新聞の下山田です。
資料3の情報公表の考え方についてなんですが、この1の下の方にある、特定多数の方ものが参加したイベントについてというこの例があるんですが、これを読むと市としてはこのようなイベントなり何か市が集団で何かを行う場合にはクラスターの発生を想定して、クラスターが実際発生した場合にしっかり追跡できるように連絡先等の登録などをして、参加者の追跡をできるようにしていてくださいと、そういうところにはクラスターが発生しても発表しませんと、そういうことをしていないところに関しては同意なく発表しますというふうに読めるんですが、そういう理解で間違いないでしょうか。はい、そういうような趣旨でございます。ですので、もうできるだけと言っちゃあれですね、しっかりとですね、そういうクラスターが起こりうるようなところについてはちゃんと登録してほしいと、そういう周知の意味も込めてのですね、情報公開の考え方でございます。ありがとうございます。経営の真面目と申しますけど、副市長、皆さんによろしくというね、挨拶なんですけども、いわき市の運営について今後ね、どういうふうにしていくかという抱負を述べてほしいんですけど。先ほども一旦述べさせていただいたんですが、これから人口減少時代の中で財政とか人の資源が非常に制約されます。でその上に今コロナとか災害の危機事象がありまして、町内の職員も疲弊しているところがありますので、これから本当にやらなくちゃならない事業をですね、優先事業をつけて予算とそれから人のこの配分を徹底していきたい。で特に市長が目指してます教育人づくりの予算を捻出するにもですね、どこかをやっぱり、スクラップしないと出てこない部分があります。地方についてはお金が無尽蔵にですね、降って湧いてくるという仕組みはありませんので、自分たちの努力しかありません。でそういう意味でそういう長期的にですね、市民に迷惑をかけない行財政の基盤をしっかりさせていく、それが私の役割だと思います。あと教育関係なんですけれども、全校にタブレットの配布ね、利用、これは政府の方針で決定してますけれども、その他にそれに関連した何かいいアイデアかなんかあれば、あるいは方針ですね、運営する方針があれば聞かせてほしいんですけど、教育関係については今いろいろレクチャーを受けながら進めているところでありまして、現段階で私のアイデアとしてですね、それを具体的にお示しするものは今のところありませんが、教育委員会の中でいろいろ議論をされていると思っております。この資料3のクラスター情報の公表の考え方で質問でございます。この考え方というのは前のこれまでのですね、公表の考え方とどのように変わっているのかというのを教えてください。これは県とか国の示している方針の範囲内で今回定めるものなんですけれども、変わっている部分として運用上ですね、これまで必ずしもですね、不特定多数の人が参加したイベントで起きたクラスターをその事業所のですね、名前を公表してこなかったようなケースもございましたので、例えば一のことで言いますと、そういうような場合には今後ですね、公表していくということです。あと2のところもですね、2のところは、2よりむしろ3ですね、3のところ、事例共有、これもですね、どういうような経路で発生したとか、その事例につきましても、今まで積極的にですね、出てない部分もあったかと思いますので、それらを積極的にですね、出していくという趣旨でございます。もう事例的に他のですね、施設でも参考にしてもらうというような意味が込められてございます。
この3番目は、この、事例を公表して、記者クラブを通じて公表して、市内で共有している、していくという考え方ですか。はい、毎回ですね、クラスターが発生した場合にですね、A4 の紙でですね、公表している資料があると思います。で、そういうところにですね、何人とか、その、場所についての記載欄があるんですけれども、どういったですね、感染源、どういった経路で発生したかというものに関しましてですね、できるだけ具体的な事例として資料を皆さんにお配りする資料の中にも書き込ませていただきまして、当然ホームページなんかでも市としても公表していきますけれども、そういったものをですね、報道の際にご活用いただければということでございます。それは実名でですか、匿名ですか、それケースバイケースですか。それはですね、例えば一番のですね、事業者名を公表するような場合はですね、当然名前は出てきますし、2番のケースの場合はですね、その場合は名前を出さない形の情報の事例の共有ということでございますので、それは1位2番どちらもですね、その3番の事例共有っていうのは両方かぶってくる話でございますので、それは1のパターンか2のパターンかによって匿名なのか実名なのかということで変わってきます。はい、会見の途中でございますが、市長及びご通知書につきましては、一旦ここで、開示させていただきますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。